ファイティングネクサスボリューム11トリプルメインイベント第1試合、もしよければあのタイガーさんの僕の挑戦受けてもらってもいいでしょうか。プロデビュー戦の相手にイベント絶対エースを指名した強心臓のルーキー、やわらをベースに持つ若武者村田純也。小学校から始め10年以上続けてきた柔道は初段の腕前、しかしその幼き頃からすでに総合格闘技への挑戦を心に秘めていたという。当時プライドとかそういう僕が小さい頃流行ってて、で自分の親父に連れてってもらって、うわこれすげえやってみたいと思って、あの大きい舞台に惹かれてやってみたいってなった時に哲さんと出会って、それで今の僕がある感じで、はい。村田が師と仰ぐ哲さんこと草野哲也、この格闘技を熟知したベテラン草野に、技術のみならず心構えに至るまで大切なことは全て教えてもらったと村田は語る。総合格闘技を何も知らない状態から始めたいって言ったのに、手取り足取り教えてくれて、ここはこうだ、ここはこうだ、もっとこうした方がいいって本当に全部教えてくれて感謝、もう感謝、もうそうですね。そしてアマチュアとしてファイティングネクサスボリューム7に出場。その最初の試合はなんと圧巻の腕十字で勝利、いきなりのビッグインパクトを残してみせた。さらにボリューム10で行われたプロ昇格をかけた4人参加のアマチュアバンタム級トーナメントにも参戦。なんとここでも2試合連続の一本勝利で優勝。グラウンドレベルの高さを存分に見せつけるとともに、超新星としての強さをアピールしてみせた。哲さんとかには勝って当たり前って言われて、はい、そこで勝てなきゃやっぱプロにもなれなかったですし、で、まあ、それを実際クリアできたんでホッとしたっていうか、良かったなっていう、はい。そしてファイティングネクサス絶対エースへの対戦要求、ルーキーのデビュー戦としては破格の扱いとなる大一番。未来の格闘技スターのプロ第一戦に注目が集まる。タイガーさん指名していいって言われたんで、選ばないのも失礼だし、やっぱりやっていく上で当然どこかで当たるであろう人ですから、今のうちにやって僕がどこまでできるのかっていうのを試せるいいチャンスなんで、それはもう迷わず選ばさせていただきました。ご存知ファイティングネクサス絶対エース、タイガー石井。イベント旗揚げから怒涛の8連勝、ネクサスではそのあまりの強さに相手がいなくなるほどの大物。この相手を倒せば村田の未来もファイティングネクサスの未来も確実に変わる。僕も逆にタイガーさんにない若さがあって勢いがあってなんで、タイガーさんのそのベテランキャリアのある8連勝の勢いを僕の若さの勢いで超えていきたいなって思ってます、はい。時は来た、今自らの力で格闘技界の景色を変えろ。誰も勝てなかった壁じゃないですか、生意気かもしれないですけど、やっぱり超えたらもうすごいその景色を見たいですね。勝てると思ってる人はなかなかいないと思うんですけど、でもやっぱり勝ちに行くっていうのが大前提、はい。とにかく勝つ。やわらをベースに持つ驚異のルーキーがビッグアップセットを巻き起こすのか、それともファイティングネクサス絶対エースがその圧倒的な強さを見せつけるのか。格闘技界の未来を占うマッチアップ、果たしてその結末やいかに。トリプルメインイベント第1試合、 ID.com グループプレゼンツフライ級5分2ラウンド延長1ラウンド、タイガー石井 VS 村田純也。